おはようございます。あ、もしもし。はい。あのこ今ん晩んは。はい。あの私。申します。はい。あの先ほどですね。はい。ツイッターで立花さんが息子さんと相縁になっている情報っていうのをちょっと見まして。はい。私あの以前にですね。はい。立花さんが寄付をなんか募集しているときに。はい。 あの方が今のああいう方だとちょっと気づかないときにですね、はいあの、寄付をまだ募集されてるんですかってあの方に電話したんです。はいでもなんか不審なところがあったいろいろ私今ちょっと聞いたところ、はい息子がずっと何回もしたと。ーミスイですかそうです。はいそれでもう息子ともあの僕は,は、はい、あの疎遠になっていると。なるほど。 ちゅかもう全くもう息子とはもう連絡も取っていないし、はい、僕はそういう人間ですみたいなことをおっしゃってました。なるほど。え息子さん実はミスをされたのに、はい。あのそういうお父さんがそういう状況ですかって僕はもうそんなんなんか病院の救急車で運ばれて、はい。あの一回目は行きましたけど二回目はもう知らん顔してましたとか、はい。 私もそんなその時は逆にそういう方やとは知らな,ないので聞いて逆にびっくりして、はい、それが事実なのか私そんなあのわざわざ裏,裏を取ることもしなかったのですが、はい、でもそれでこの人なんか変な人やなと思ってでも結局もう「あ遊ぶですか?」でも電話切って、はい、そっからいろいろ Twitter とか見てる中であの橘さんっていう人が。はい あの息子さんを今一緒に相撲してるとかってあの人嘘つきなんやってなるほど <laughs> はいわかりましたちなみにそのやり取りをその自殺未遂っていう話をされた日,日っていうのはいつ頃だってんですかそれがですね寄風をなんか募ってたあのまだこの大津さんとのトラブルがあるちょうど会ってる時やったと思いますまたそのなんか投資争いではい大津彩香さんと 党首にこう争っているので、はい、あのでも自分らはそんな間違ってないみたいなことをずっと言われてるじゃないですか。はい、で寄付金を立花隆放送局でもいいし、えー、なんか放送局っていうなんかおっしゃってたのかな、はい、それか NHK 党ですかね、はい、あのその党,党でもいいから、はい、あのこう。 YouTube のかそのあれに貼ってるでそれどっちでもいいから、はい、あの1,000円でも寄付していただけてありがたいですみたいな、えー、その大津さんとちょうどそのまだここまでこう加熱してない状況の時でだから私もその時はそんな知らなかったので、はいえー、その時はそうおっしゃってますよたあの息たが で私は娘に橘さんの息子さんで2回ミスしてるんやってって娘には言ったんですがでもそんなんまさかなんでその息子の話になったんですかねいや私がいろいろ聞いたんですよ。なんでだからあのそういうと投資争いとかでややこしいことなってるんですか <で>はい、どこまで YouTube で言ってることが嘘やとかいろいろ情報流れてるじゃないですか。はい、で、本当、どこまで本当で何が本当で何が嘘なんですかみたいな、私もいろいろ聞いたんです。まあ、いろいろって、まあ、その程度ですけど、はい、私もそんな賢い人間じゃないので、で、あのー、なでっていうま言うたら、まあ、たら、あの人はもうとにかく自分は悪くないばっかり言うじゃないですか、言<ー>い,いますね、はい。だから あの僕はあの息子があの家族家族に対しても、はい、なんていうのか疎あ彼女ができてるって前になんか YouTube か Twitter とかであの方が言ってたの、はい、それを見たんですね。で彼女と今仲良くやってるって YouTube とかで見ましたけどあんなもんはあんな上辺だけの冗談ですよみたいなこと言ったから。 私そこでどこまでが本、どこまでご素なんですかって言うたんです。あの前に、あの今の司法書士の、はい、あの、かよなんとかさんっていう、あの司法書士さん、あの方が彼女へ言うて最初の頃言ってたじゃないですか。はい、で、また最近、最近だったと思うんです、それも。今年入ってからもなんか新しい彼女ができましたみたいなことを、あその、あ その、なんか、ツイッターだったのか、私、ツイッターか YouTube しか見ないので、はい、どっかでそれを見,見て、はい、で、あのその彼女とも仲良く今、言ってる状態なんでしょみたいなことを私が聞いたときに、はい、あんなもんは冗談ですよ。裏部だけの話ですよっておっしゃって、<laughs> なるほど。何が本当で何が嘘なんですかって。はい、で、言うたら、いや、もう、うちの息子も自殺未遂を 2>, 2回も3回もやっていて最初は1回目は僕も呼ばれて救急車で運ばれて病院まで行ったけど、ええ、もう2回目も3回目も3回も同じことをするようなアホな子やから、はい、もう僕もそんなん疎遠で一切連絡も僕そういう人間ですって言ってました。ってことはもう今年の3月とか4月とかそれぐらいの話ですかねい あったと思いいますは私もその橘さんどうどんなんやこんなんやってそんなにあの別に興味もないし見ていなかったので, <laughs>、はい、で最近ちょっと YouTube とかパッと開いた時に橘さんがいきなりパンと出てきたり勝手に出てくるんですね。なるほどはいでパッと見た時になんか大津さんのこと綾香さんっていうんですかねあの人のことなんか人の人が出口と。うん ばっかり言ってるから。そうですね。はい。で、やっぱりなんかおかしいなって、やっぱり思うじゃないですか。はい。そっからずんずん、全然あの人でも、何がほんま、ほんまに言ってることがどこまでほんほんだ、いろいろこう、コメントとか見てって、で、大橋さんの、その YouTube も見てる中では、あの人が嘘つきやと。はい、いうのを見てあ、やっぱりあの人、私に言ってたことと、で対、未遂が本当なのかは知らないけど、ええ 子供とはもう一切連絡も取っていない疎遠だって言ってたのは多分嘘やなと思って。ああ、もう実際にじゃあそういった発立ち場からそういった発言を直接聞いたってことですね。そうです。なるほど。だから <laughs> ミスなんか私息子さんがいてること自体知りませんでしたもん。ああ、なるほどなるほど。だからあの人の家族関係全くわからないですし、はい、興味もないですし、あの方からおっしゃったんですよ <laughs> 息子があの。 ミスしたとかかいうのはあのはあ人から言ってきてき<あ>その彼女の話から多分そういう展開になったなと思うんですよなんかその疎遠、ね、になったっていう話は僕も正直その知らなかったんですけどそういった発言してるとか知らなかったんですけど、はい、なんか、はい、ぼ私の YouTube のコメントなんでそういった書き込みをされてる方が結構いらっしゃったんでで立場自身が YouTube で言っにたのかなって一緒に見ついちったからあんなこうあんなアホはもう手替えやんと。 うん、あの人が言うてましたよ、自分の息子さんやのにって私はそういういこと言いましたけど、うん、えー、自殺、なんかご病気なんですかって、ね、逆に、自、ま、殺、あ、ミスするとかになれば、やっぱうつ病とかのなんかのご病気じゃないんですかって、そんなもんもうあの関係ないみたいな、もう全く連絡も取ってないし、うん、今生きてるんか死んでるんかもわかりませんよみたいなことをおっしゃってましたよ。 そそそういうう言,言っておきながらですよね、要はね。要はそうそうそうだから本当にその息子さんらが一緒に同居してるとかいう情報を見たときにあの人適当なこと言う人なんやなと思って <laughs> まあ実際その新橋のマンションに住まわせてることはもうほぼ間違いないみたいであの、うん、でもワンルームとかいうマンションですかああこれちょっと具体的なその間取りとかそういったものはわかんないんですけど僕は知らないんですけど そういった、まあ、新橋の、ね、マンションなんで、まあ、それなりの金額はするでしょうし、まあね、それが私がですね、はい、あの人間で、はい、東京の、はい、そういう新橋とかなん,なんていうんですかあの一応なんていうタワ,タワマンとか言うたら六本木っていうイメージしかなくてですね、はい、<laughs> そんなん全然分かれへんから、はい、で立花さんの,あの言ってることもなんか「むった」とか言うから。 でもなんか話の辻褄が最近それもあの人言ってたのに子供ミス何回もするから言うても連絡も取ってないって言ってたのに、うん、なんかそういうでもあの,あの人のお金でねあの実際子供を養うのはあの人の自由はいいんですがやっぱり私らの血税でそうやって自由に。 勝手に、あの、前、ま、と、あ、政治家でもない、あの人自身も普通のおじさんじゃないですか、今の時点では。そうですね、はい。せやのに、あの人、国会の,の参議院会普通に入ったり、出入りしてること自体、私、ちょっと。おかしいなと思ったり。うん。まあ、そりゃ、そゃ、そうですよね。そ,それはわかります。そうですよ。はい、そりゃそうですよ。ほ、はい、んで、あの人に、やっぱり。あの、そう。あの、政党助成金っていうんですか。はい。 まあ使い道自由だとか言ってますけど、自分の個人のですね、いくら自由と言うても、ちゃんと、でもそれ、あの一応報告義務があるわけじゃないですか。はい、でもそれ、自分の子息子を済まわすためとかなたたぶんそんな、普通通りませんよね。それが、私もそれせ、あのこう法律上はあの人通る、僕は法律の専門家だとかおっしゃってますけど。 でもあの人別に弁護士でさんでもないですし、国会議員でもないですよね、あの人。そうですね。だから、まあ自称、あくまでも自称であって、じゃあ、それのその法律をプロセス言っておきながら、裁判所の結果どうなのっていう話だったら、ほぼほぼです,そうですよね。<laughs> 全部負けてますし。<laughs> であの村岡さんっていう弁護士さんもいろいろもう書いてるにあたって、あの人も相手に誰もされない。 ような弁護士さんらしいですね。ああよくご存じですね。それも、だから最近、<laughs> だからそういうのも、だから立花さんの放送を見ている中で、私もその大津彩香さんっうのも知って、はい、あの人が、まあ、その政治で、政治ビジネスっていうんですか、はい、選挙ビジネスみたいな、政治でお金けはけするようなやり方はやっぱ許せないっていう、それは私もやっぱり、みんな国民感情としてはそうですよね。はい だからやっぱりあの橘さんにはもうきあの前だやめていいたただきたいんですうんもうあの人もう信じられないし、はい、で実際で人の悪口ばっかり言ってるでしょもうここ最近っていうかもうそうですねあの大津さんに代表が移ってあのようなごたごたが起きてからもう,もうそればっかり、ね、だからあの人私こんな私もそんなあご アホですけど私あの人ものすごい幼稚に見えてきてですねあの<や>だって、はい、その子どもの喧嘩じゃないんですから相手の悪口を言って何、はい、て言うんですかその一応その立花さんのファンというかそういう方らをこう洗脳されてるのか知らないですけど、はい、あの人がそんな言えば言うほどあの人が私は幼稚に見えてですね子どもの 幼稚園同同士士のの小学生同士の喧嘩じゃないのに、はい、もう、自分に自信があるんであれば、相手の悪口なんか言わなくても、裁判とかやってはるわけやから、ちゃんとそれに基づいて、あの人が対応すればいいだけの話じゃないですか。いや、もう、単純にもう、余裕がないんですよもう負けてると、負けてしまうという現実を直視できないんで、ああいうことを、ああいう振る舞いをしてるっていうだけですよ。 っていうかかなんかほんでビッグスポンサーがついたとかほんでお金を借りてるとかいうのもでもあのお金を借りてる件も橘さんが借りたんですよね今の寄付の件もそうですしまあ少なくとも貸してる方々の感覚というのはその善意で貸,して貸された方は、はい、橘に貸した党に貸したというよりかは橘に貸したっていう,うんそういったなんていう発想というか感覚で貸,した貸されてる方は。 多いですよ。実際に私もそういったお電話いただいたこともありますしす、ね、はい。でも大津さんにだから自分が借りたお金大津さんがなでかいさんなのんよと普通に考えたらそうですよねまあ立場の中で立場の頭の中ではそれが筋が通ってると思ってるん,んでしょうねきっとねだから私はなんか今もそれも裁判になんかやってるとか言うけど絶対私そんなあのそれが認められたらですね <laughs> はい、まあ言うたら自分私が借金やったやつ隣のおっちゃんのあんたの借金やでって言ってるようなもんで、はい、うんだからああのまあね裁判もこうサクサクっとこう蹴りつけてくれればいい話なのにねえなんかそういうやっぱりむず裁判って時間かかるっちゅうのもわかるんですけど。そそうですねまあそれが 基本というか、まあ、それがシステムなんでちもだからもう早いこともどまあその他のいろんな裁判なんか立花さんは常に裁判裁判で言っていろんな裁判やってはるみたいやけどとりあえず当主の件に関してはもう却下とか何な,な,なり結果をすぐ出してくれればねじゃあ大津さんもちょっと堂々といろんなことがまたできるようになると思うんですけど。 いやもう時間の問題ですし、もう,もうそ,れに向けそれに向けても大津投手、まあ、大津さんはもうそういった動きをされてるんで、まあ、そこは問題ないいと思いますよ。私も大津さん、ね、にやっぱりあのまだお若いね、可愛らしい女性ですし、ああいう方がね、ちゃんと真面目に一生懸命やっていただく方が。 絶対私はいいともそうですねあの最初はもう花をこう懲らしめてくれればいいと思ったんですけど懲らしめたことによってうんとあいい、えー、と政治のあークリーン化というか、はい、そのよく言われるその政治との金の問題ということに対してもうメスを入れられる人というふうな評価されるそういった見られ方もされるかもしれないと私も思うようになってきたんで。 やっぱり若いですからね、期待はしてるところありますよ。はい、あ、それは、まあ、そまあ、だからまあ大橋さんとかのいろんな、まあ、あの人は聞く耳も多分持ってはると思うので、あのちゃんと人の、まあ、大橋さんなりがアドバイスしてあげれば、またそれなりに聞く耳を持ってはると思うんです、まだ大津綾香さんは、橘さんとは違って僕が集まりすることじゃないですよ。ただ、はい、あの 1つ、あの大橋さんの配信も見たときに、立花、はい、さんがあの大橋さんを辞めさせた理由、はい、あれも全部嘘ですよね。私、あの配信見てたんですよ。あ,あ,あれ <laughs>、はい、大橋さんがあのガーシーさんを立候補さすということに対して、大橋さんが、はい、あの反対されてましたよね。はい それでもって、大橋さんがもう、あの、立花さんと喧嘩して、はい、で、立花さんがもう、あの、ガーシーを、こう、出馬さすっていうことに対して、大橋さんが反対して、それで、言ったら、大橋さんがもういいですってなって、あの、前言ったらややめられたのを、なんか全然違う理由持ってきてますよね、今。な、なんつって言いますよくわかんないんですけど、僕。前になんか、大橋くんとは、あの、 ガーシーシのことと個も言わんと、はい、違う理由出ましたよあ、そうなんですよ。だから、本来、あの、なんていうんですかね、あの、僕と立花がこう対峙して、こう、僕は感情的になって、結局、除名になったっていう、はい、あったじゃないですか。そうです。あれは、あの、実際にあの場でやりとりしてたのって、ガーシーの部分って本当は、ほんとわずかなんですよ。はいはい,はい、はいで。僕はなんであんなに怒ってたかっていうと、はい。当時のコールセンター長に対して立花が、 はあ、パワハラをしたんですよ。しかもそれを YouTube 上に乗っけて、公開パワハラしたんですよ。本人のいないところで。要は、あいつは使えないとか、<ー>無能だみたいな感じで。本人が、本人に直接言えばまだいいんですよ。誰もいないところで。はい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 。けど本人がいないで、しかも YouTube 上にそれを発信して、まあ、それをたまたまそのコールセンター長がリアルタイムに出てしまって、 すすごくショックを受けちゃったんですよねあの人はでも人の悪口しか言わん人の悪口もそうなんですけどねこう、はい、人としてのこうだ大事なものがないというか心がないんですよ。ですよねだから私、うん、だからその子供が、うん、しただから延期いったみたいなことを言ったから、はい、でもご病気なんじゃないんですかって逆に息子さんがね。はい 言うたけそんなもんもう生きてるか死んでるかも,もうあの分からんしで、僕はそういう人間ですってきっぱり言うてましたよ。せやのに今一緒に住んでるとかいうのを見てはあ、い、ってなってでたまたまさっきツイッター見たら、はい、その情報あればあのあのツイッターへ書き込んでくださいって書いてましたけど私ツイッターへ書き込んだりするのが、はい、またそれでバーっととんか。 嘘つきとか言われたり <laughs> なんか叩いてくるじゃないですかあのちょっと大橋さんの見方とか大津かさんの見方し,したらその立花さんのファン的な人がわ、はい、ーっと言うてくるので<ー>そんな見たらちょっとやっぱり私そういうのを別にあのやってないのでなるほどそれが嫌でちょっとああそうですしてかすいませんわざわざお願いいたします、あのーいえいえ もし差し支えがあったら言ってほしいんですけど、はい。例えばですけど、はい。個人情報を隠した上で、この音声そのままアップロードする、YouTube でアップロードするっていうのは、弊害ありますかねあ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか事実ですから。あ、わかりました。あの、個人情報は、あの、捨てた上で、じゃあ、ちょっと編集させていただいてで,でも、立花さんは絶対そんなこと言ってないと。はい、だから、うちの娘なんで録音しとけへんだんよって。 言うけど、私もそんなこと言うなんて、はい、その時はその立花さんをそういう人やと思ってない状況の電話やったし、息子さんが X X してるとか、そんな息子さんがいてること自体は私は知らなかったから。なるほど。はい。はい。だからそれ、そんなん録音するとか、はい、で、まあ、して、人が聞いて、はい、あの、そんな、なんていうの、人を責める材料でもないし、まあ、ただ逆に息子さん。はい、あ、ごめんなさい。 どう,どうぞ、ごめんな、うん、さい。話ししててまっただ息子さんがそういうあの、知してるのにまあ1回目は言ったけどもう2回も3回も同じことを繰り返すからもうあの、一切あの、連絡も取ってない今生きてるか死んでるかもわかりませんって言ってて言ました、ね、あ、まあ、<laughs> あの、疎遠になったっていう話はあさっきも言った通り、その、僕の YouTube の中で結構コメントされてる方がいらっしゃるのではい、はい、多分立場自身が言ってるんだろうっていう。 ふうに思うんでででそそこは問題ないと思ううんすすよねねまあそうっすね多分私、みたいな電話した人の同じこと言ってるんうな,なと思います自殺未遂は。だって私にだけそんなこと、私のことを知らないわけですよ、立花さんは。はいで,、ねはい、でも、はい、でも私にだけそういうことを言うっていうのもおかしいですし、そういろんな人が言ってる可能性はありますね。で、<laughs> 多分言ってると思います。はいじゃ 100個譲ってそれが本当だったとして、まあ、はい、それが心配だからっていうことで、新橋のマンションに住ま,住まわしてるっていうふうな言い訳というか、理由づける可能性はありますね。あーあ、そうですね。でもあの人、はい、そんなこと、あつことするアホな息子やから、もう疎遠っていうか、それこそもう連絡も取ってないって言ってましたよ。そ,そうですね。だから疎遠って言ってるにもかかわらず、今こういう状況になっているっていうのはおかしいし。 でそっか、立場の説明だと3月まで、当のお金が今現在は自分の金で払ってるっていうんだから、まあ、どんな心変わりがあったかってことですよね、<laughs> 嘘じゃないって言うんであれば。そうですね。はい、というか、息子さんの方から、辞めたから、おさん一緒に。 つましてって言うてきたのかそれはいきさつもそれは私も聞いてないですからわからないですがでも私が聞いた説明とは全然話が変わっているのでなるほどもう何年も前の話ではないですわずか数ヶ月のそうですね年内の話ですよねはい、うん、はいわかりましたありがとうございますちょっとびっくりですはいだから私別に嘘は言っていないのでわかりました <laughs> はい別にあの伺った限りではそあの疑う余地がないと言いますか 僕を陥れようと思って電話されたんではないってことは、もう十分理解できたのでです。あ,あ、そんなの全然ないですよ。はい、ただ、あのツイッターを見てあの、そういう情報があればあって、はい、ただ、私、文章でそのどう書いていいのかもわからないで、叩かれるのもちょっと面倒くさいので、こ <laughs> れでちょっと。 あの申し訳ないですがはい,がと,いとんでもないですいは本当にありがとうございますまずはご連絡いただきましてとりあえず大津さんよろしくお願いしますいや僕は僕は,僕, <laughs> や僕は部外者ですからいやでも、まあ、あの大津さんに頑張っていただきたいですあそれはもう僕も同意見ですはいはい、ああいう人にやっぱこうやっぱり決定を自由に勝手にあの人の勝手に使われたくはないですよ、うん、あのー 本当に大津さんはその正義感でやられていると僕も思うし、あのすごくあの芯のある、はい、あのいい、なんだろうな、あのいい政治家になるとは僕は思ってるし、期待してるところですね。はい、ねえ、だからあの人は、何でもいいちょっと議員さんに、ね、なっていただいて、そこ、ね、から、まあはい、スタートですよね。そうですね はい、だ本当はね、地方人から始めてくれたらいいなと思うんですけどね。そうですね、はい、なんか議員さんになって、ほんま政治活動をやっていただいて、そうですね、政治家さんになっていただいて、はい、で、みんなのまあアドバイスを聞きながら、ね、あの若いし、女性で。そうですね、ちゃんと自分というものを持ってるんで、彼女は、そその辺の辺だと思いますすよ、はい、あ、そうです、ねはい、私も、まあ、大津彩香さんは応援してますので。はい はい、よろしくお願いします。<laughs> いやいや、よろしくお願いしますとうう意味がわからないですけど <laughs>、はい、まあまあ、あのー、いや私が直接、大津さんにはこうお話しできないので。はい、いや、僕もうそんな、そ,のしょそんな、しょっちゅう会うっていうわけでもないですし、うん、まあ、そこは、はい,はい。はい、まあ、何かしら、まあ、こうやって YouTube でやるじゃないですか。あの、大津さんに伝わればいいんじゃないですかね。あ、そうですね。はい、はい。私はもう、あの、橘さんのことはもう、 一切信用できません。はい、その方がいいと思います。私も信用してませんので、はい。はい、<laughs> 怖いですね。あの、<laughs> ほんまに。はい。まぞ、あ、めですよ。本息子さんまでネタに使って、結局ネタだったかもわかりませんしね、自殺。実際問題橘はその息子に関することは触れられたくなかったとはずですよ。あ、そうですか。はい。あのー、自分から言うことはなかったんで。 基本的そうですか、でもあの人、自分から言うてますよ、はい、私、息子さん、さっきも何回も言いますけど、息子さんってることは知りませんでしたもん。ああ、いや、だから、そ YouTube 上で、そのなんですか、うん、YouTube 上でもそうですし、こうあ<ー>まあまあ、その、息子に触れたくないっていうのは、新橋に住んでるかどうかっていうことに関する確信ですね、確信に触れ,<ー>触れられたくなかったんじゃないかなってことですね。まあ、だから、多分世話の焼ける息子さんであることには、たぶ立橘さんも。 世話が焼ける息子には間違いないかもわからないですね。ああ、まあ、うん、まあ僕も七八年ぐらい前にあ、六七年かな前にあ会ったことありますけど、はい。うん、ちょっと自分の息子だったらちょっと考えちゃうところはありますね。正直あ、そうやっぱり。今はなんないですよ。今はもうもう出馬してるんじゃないですか。<laughs> だからもう仕方なくっていうところもあるのかもわからないですけど、うん。うん、もうこれ<と>なんか問題を起こされたら困る。 とはいえ、やっぱりね、政党交付金から賄うっていうのはうと思う、ね、そりゃそうです、ね、はい、だから自分は自分の息子やから、自分のお金でちゃんと、あの人、実際、今、どっから収入、それこそ、テレビもそんなに売れてないみたいですし、いやもうね、これはどっからの人、あの今、斎藤さんとか浜田さんとかからお金を頂い,いてるんですか、あの人。可能性ももなくてしうですね。 立場のいろんな説明ありますけど、もうどれも信用できないんで、どれも。いやいや、大津彩香さんの収入源を心配するより、あの人自身、はい、どっからお金、あの人入ってくるんやろっていうのが不思議でしょうがないです。まあ、そこはね、まあ、YouTube もあの収益化されてないとか言ってる人もいてますし。ああ、入ってないですよ。でしょうはい。じゃあ、あの人、どっから収入出てるんでしょうね。 そこは今、大津さんが追求してくれている部分でもありますよ、そこは。ああ、そうですか。あのあの具体的なことは言いませんけど。それはあの、時間かかりますよね、なんかぐちょ帳簿自体がぐちゃぐちゃやし、全部出してないとか書いてましたし、やばいやつは全部隠して。そういったこともあるんで、うん、<ー>一つ扉が開けばばばたばたばたって全部開くとは思うんですけど。 はいはいはい、い、い、ななかなか、まあ、時間、それはね、はい、もう裁判とかなってきたら、もう全部証拠、証拠、証拠ですからね、そうですね証拠の積み重ねになってきますから、はい、まあ抜け目なくこうきっちりと調べ上げないと、だから、まあ、今ついてはる大津さんの弁護士さんと一生懸命、あれなんでしょ、ね、うですねあの。やってくれているとか、はいや、やってくれることを期待しますね。はい、本当でです、早いことでもまあ 党首の件だけはもうねえ、ね、裁判ももう早いこともう、もう大津党首って決めてくれればまたねえ、うんただ、ただ、橘さんは、なんかこの前、昨日かな、賛成党とかいう党,党を乗っ取るとかなんか <laughs>、もう、ご病気の方なんで、あんまりこう、あんまり気にすないですよ、<laughs> よ本当に。 <laughs> もうそういうことを言わないと、そういうことを言わないと、注目を浴びられないってこととせ、はい、政治に関するこう政策がないんですよ、でしょうね具体的な。それ示せないんで、まあ、そういうわけの分かんないことを言ってるだけであって。ね NHK もぶっ壊れてないですしね、やっぱり。ぶっ壊す気ないですもん、本当に。<ー>はいわかりました、すいません、お忙しいと。 いえ、いえ、いえ、また、あの、何か、まあ、まあ、今のところ、私も、これ、これ以上の何も、別に電話も、もう、してないですし、あの人怖いので。あ,あ、まあ、もう。関わらないように<で>しようと。とで,できれば、もし、あの、可能であれば、着信拒否し、していただければと。危ないんで。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、すみません、わざわざ、ありがとうございました。はいはい、はい、失礼いたします。いますはい。はい